新コモンアンコモン計略紹介。艦、新、群雄編。説明は前回したし、早速リスト中に見ていこうか。まずは、コモンカだ。安定したスペックに特技向上艦名持ち。正気に式上昇があるから、早く艦名を上げたいデッキでは便利やな。終盤逆転を狙うことになる艦名のシステムと守り向けの計略効果が、相反しちゃってるのは辛いところだね。打てる状況で打って、強いタイプの計略だから、基本プランではなく、一つの手段として採用するのが無難かな。艦名ゲージが高い時の武力低下速度はええ感じやから、ある程度下がるまで、じっくり長く戦える回復系と組み合わせるのは、面白いかもしれへんな。次は、コモンサイエン、ウサギミサイ分岐の計略は、艦名ゼロでは、兵力 20% 復活で、武力プラス2が9カウントちょい。艦名1で、兵力 50% 武力プラス4。艦名2で、80% 復活の武力プラス6で、緩めの速度上昇取りしね。3まで行けば、フル復活の武力プラス8や。これも守り向きの艦名計略だけど、ワントップのエースを酷使した後や、敵計略や事故で撤退した時のフォローに適しとるかな。即復活やから、刻印持ちを採用しやすいのがプラスや。正気も、用途に応じて使いやすいものが揃ってるし、塗り要因として採用できるデッキはいくつかありそうだね。次は、コモン長期、1.5 コス弓兵で、571特に艦名のみは、寂しいスペック。計略の武力上昇値は、艦名レベルプラス1、効果時間10カウント。合計回復量は30、50、70、100。レベル3で打っても、武力上昇値は4しかないけど、回復力はそこそこや。悪くはない効果なんやけど、ここ最近の回復能力の性能の高さを考えると、若干パワー不足かも。武力合戦には、ついてけへんから、打てる状況で使う感じになりそうや。浄化できる効果は、おまけと割り切った方が良さそうだね。スペックが低めな分情報修正が欲しいとこだけど、回復能力は、散々環境を取ってきてるから、調整が難しいのかも。次は、芝居が、まさかのアンコモンで登場や。新軍ってことは、この見た目で結構な年齢いっとるんやろか。491副兵に覚醒がついた豪華なスペック。1.5 コス妨害計略の芝居言うと、旧作を思い出すけど。計略は、新規の気略。実は、コモンアンコモン覚醒気略は初やな。正気も牙が持つと強い制圧、火力補助の突撃。覚醒軸にありがたい時期と優秀なものが揃ってて。カタログスペックは火の打ちどころなしだね。計略は武力マイナス4。青の乱戦速度は 0.6 カウント、0.8 カウント。赤は、群雄の東伯の妨害と同じで。封印の方が効果時間が短めやで。封印のプレッシャーをかけて、相手の計略を早打ちさせて。あと出資して強いタイプの計略で切り返すのも面白そうだね。次は、コモン廃集。スペックや計略名は、戦国の六角の陣っぽいけど。別に、範囲内6部隊で特別な効果得られたりはないで。武力プラス2が、20カウントやから、かつての官軍のアンコモンしばき的な、使い方ができれば理想やな。ゲージ上昇は、最後まで6部隊維持したら、110% 分くらい差がつくで。範囲は、中央において、左右の端が2マスずつ入らないくらいの声援。全体強化計略を持つカードが、刻印持ちとはいえ、コスト比の武力6。知力6の副兵を持っとる優秀スペックやし。序盤自陣で頑固盛りするタイプのデッキでの採用が見込めそうや。最後は、群雄、アンコモン火竜は、1枚以上切れば、式4で武力プラス10の車輪。一見パワーはありそうなんやけど。藁向けの計略と、全く藁に向かない3コストやり兵は難点で。デッキ構築も、試合中に何部隊切るかの判断も慣れがいる感じしたで。複数切っても、武力プラス10はそのままやから。個人的には、一部隊切り、メインが一番安定すると思ったで。二部隊以上切った場合、火竜自身の車輪と好調術も相まって、操作量がめっちゃ少なくなるから疲れた日の気分転換にちょうどええかもな。この計略で、正気縄文特攻の一撃を通せれば、敵城を 30% 以上削るから決まった時の破壊力は圧巻だよ。次は、アンコモン東伯。可愛い顔とむっちりした下半身は正直しこれる。計略は、旧作にもあった、やつやけどあの、頃と違った距離があっても、それなりの毒ダメージが入るで。移動武人みたいに、
毎中に自由に動く手段が登場したら、評価一変しそうだね。毎、計略持ちらしく低めのスペックだけど、魅力と制圧勝機があるから相手と状況次第で、回わない選択を取れたら採用しやすいかも。そんで、次、はい問題のカード。このカードの番が来ちゃったね。初期武力プラス3で撤退しても効果が続いて、撤退するごとにさらに武力プラス3ずつする永続計略だよ。永続計略持ちらしくス武力は低いんやけど、アンコモンチンキの計略をかけることで即復活にできて、終盤には武力25へもさらにある環境上位の強カードやで、ダメージ計略で撤退しても強くなって帰ってくるから問題ないけど、効果を無効化できる分散系には要注意だね。投稿者はこれの扱いが苦手やったけど、間違いなくカードパワーは1000級やと思うで、下方修正が来そうな計略やから今のうちに楽しんどくのもええかもね。最後はエクストラカードのアンコモン超演、武力プラス7、速度3倍、効果時間 8.5 カウント、焼き鉢の制圧効果は同様の効果中最大で内乱戦で生きるで。ただこのカードの本領は向上力の高さを生かした敵城への強襲や、捕獲術は一度接触したら離れても少しの間速度低下が残るから、敵部隊に飛翔を決めた後頃合いを見て3倍速で誰もおらん敵城を陥れることも可能やで。使用例はこのチャンネルの動画で解説してるから、もしこのカードが気になったら一度見てみてね。初の武力8の捕獲術でもあるから超絶牙の壁役としても便利やで。投稿者は制圧塗り替えや爆速の塗りと相性がいい、アンコモン装甲との組み合わせがお気に入りや。てなわけでここまでやってきた 3.7 新カードコモンアンコモン計略一挙紹介も全勢力終了や。総評としては個性的な固有計略揃いで癖があって楽しい反面、アンコモン猛角みたいな強力すぎるカードも出やすいって印象かな。検証が不正確なとこあったらごめんな。それでも、この動画が少しでも役に立ってたら嬉しいし、チャンネル登録やコメント、高評価とかの反応をくれるともっと嬉しいわ。それでは、また、次の動画でお会いしましょう。